タクシースーン、いやブーンじゃなくてスーンの車がもう街中に溢れてる。ペコパと日産、すべてはこのネタから始まった。ぶっちゃけどうなの日産リーフ、コラボ第1弾で MC ペコパが実現。今日もやっちゃいます、シュウペイです。イエーイ、やっちゃい日産。そして好評につきコラボ第2弾では次々とぶっちゃけ質問を展開。どれくらい持つの、試乗体験もした松陰寺がついに買いまっす。まさかの日産リーフ購入。本日ご納車のお客様、すげえな、本当に買うと思わなかった。最高の親孝行じゃないか。おい、そして第3弾はぶっちゃけどうなの日産 EV。 ペコパ、人にも地球にも優しいネタ作りました。最新電気自動車日産サクラがカーオブザイヤー3冠を受賞。ますます勢いに乗る日産 EV、 アリア、リーフ、サクラ、3車種が揃い、ぺこぱの2人が EV を題に人にも地球にも優しい漫才ライブに挑む。果たしてネタは完成するのか。